二次元電子ガスは、半導体中で二次元上に電子が分布する状態を示す。半導体同士や半導体と絶縁体の接合、等で電導体に障壁を作り、電圧やドーピングの調整により、フェルミ順位が電導体より上に来る状態にすること。この領域では、半導体中に電子が充満する。これを電子ガスと言い,い、これが通常二次元上に分布するため、 二次元電子ガスという。通常、ヘムトのチャネル部分や、モスフェットの反転層がこれに当たる。ホールの場合は、二次元ホールガスという。ヘムトのバンド構造、チャネル部分に二デグが生じる。ほとんどの二デグは、半導体により作成される、平面構造を持った、高移動度トランジスタや、区計量シードで観測される。最も、一般的な二デグは、モスフェットにおける。 反転層における電子やヘムとのチャネルにおける電子がこれに当たる。どちらの場合でもチャネルのフェルミ順位が電動体より上に存在することにより、その領域が電子で満たされる。この領域はシート上に存在し、電子は水平方向への移動は可能であるが、垂直方向へは移動が困難であるため、擬似的には二次元上に分布している。これは、 二次元電子ガスの名前の由来でもある。モスフェットの場合もヘムトの場合も、材質間の電動体と値電子体の障壁及び因果する電圧を利用してニデグを形成している。ヘムトの場合には、ニデグが形成される半導体がアンドープのものであるため、モスフェットと比較して高移動度な特性を確認できる。両シードは、二つのヘテロ接合を近接して配置し、 その井戸の中に電子を封じ込めるため厳密には異なるものである。モスフェットやヘムトの場合、引火する電圧により電子が存在する領域の厚さが変化するが、量子井戸の場合、電子が存在する領域が井戸の幅により厚さが決定される。そのため電子ガスが存在する領域を制御することが可能である。また、用いる材料の選択と、 合金混合比を変えてやることで二デグ中のキャリア密度を制御することができる。また、物質の表面に電子が集まる場合がある。液体ヘリウムの表面に自由電子が集まり、その表面上を移動する。初期の二デグの一部はこの系に対して研究されていた。同様に、電解をかけることにより、グラフェンの表面に電子を集めることもできる。これは、カーボンナノチューブを量子計算機や、 単電子トランジスタに利用する場合の裏付けとなるため、最近の研究のトピックとなっている。ニデグと2 d HG に関する実験はいくつか報告されており、今日でも研究は継続されている。その一つが2、ニデグは極低温で高電子移動度となることを利用した実験である。4K まで冷やした K では100万センチメートルに、オーダーの移動度の達成は可能である。 この非常に大きな移動度は、電子が半導体分子により妨害されずどれだけ電解に沿って加速できるか、すなわち電子の平均自由工程と関連があるため、基本物理の調査に評価のための土台となるものである。一方、半導体デバイスにおける基本的な原理の使用は、今日でも行われており、様々な面白い物理現象を引き起こしている。量子ホール効果は、 ニデグで最初に観測された。これは1985年と1998年の二つのノーベル賞のもとになった。ありがとうございます。